周期ゼミとは、セミのうちマジェスシケダ族に属する複数の種の総称。毎世代正確に17年、または13年で成虫になり大量発生する、セミである。その間の年にはその地方では全く発生しない。ほぼ毎年どこかでは発生しているものの、全米のどこでも周期ゼミが発生しない年もある。周期年数が数であることから、素数ゼミとも言う。 17年周期の17年ゼミが3種、13年周期の13年ゼミが4種、いる。なお、17年ゼミと13年ゼミが共に生息する、地方は、ほとんどない。北アメリカ東部。セミの仲間は、世界中に分布しているが、この周期ゼミという現象が確認できるのは、世界の中でも北、アメリカのみである。17年ゼミは、北部、 13年ゼミは南部に生息する。なお、北、アメリカには、周期ゼミしかいないわけではなく、周期ゼミ以外のセミも100種以上生息する。M. ネオトリーディシムは2000年に記載された、新しい種である。周期ゼミは、発生する年により、年次集団に分けられる。理論上、17年ゼミには17、13年ゼミには13、計30の年次集団が存在しうる。 17年ゼミの年次集団には i-17、13年ゼミの年次集団にはズバイブ XXX の投資番号がついている。ただし、実際にある年次集団は30の半数の15である存在した。したがって、全米のどこでも周期ゼミが発生しない年もある。年次集団は種によってはほとんど分かれていない。年次集団7が M セプテンディシムのみからなる以外は、年次集団は複数の種からなり、多くは同じ周期のすべての種からなる。なおこれらは全米での話で、各々の地方には一つの年次集団しか生息していない。つまり、ある地方での周期ゼミの発生は17年に一度、または13年に一度である。べての年次集団が同じような規模になっているわけではなく、その規模には、 大小があり、最も大規模な年次集団は17年ゼミでは X、13年ゼミではジックスであり、この他比較的大規模な集団として17年ゼミでは通報1 3 1 4などが、13年ゼミでは液イが挙げられる。逆に17年ゼミのセブンは減損する中で最も小規模な上にその個体数も減少しており、絶滅の危機に瀕している年次集団であるとされる。 周期的発生及び素数年発生の適応的意義を最初に指摘したのはロイドとダイバスである。彼らは素数年での同時発生はやはり数年周期の生活感を持つ捕食者や寄生虫が同期して発生する可能性を抑えられるためではないかと指摘した。例えばセミの発生周期が13年ではなく12年であったなら 発生周期が3年や4年の寄生虫とは常に同時発生してしまう。これが13年であれば、発生周期が3年の寄生虫は39年。4年の虫は52年おきにしかセミと同時発生することができない。それとは別に、吉村人氏は氷河期と成長速度を関連づけて説明した。他の周期を持つ種と交雑するとその周期が乱れるため、 同じ周期を維持できなくなる。したがって、交雑種は大量発生年からずれて発生するようになり、希釈効果を受けられなくなるか、配偶相手を見つけにくくなる。そのため、最も他の周期と重なりにくい、素数周期のセミが生き残った、と主張している。それぞれの大量発生については、いわゆる希釈効果で説明できる。 まとまって発生することで個体が捕食される可能性を低下させることができる。かつては種の保存のためと説明されたが、現在では個体の生存に有利であるためと考えるのが一般的である。ありがとうございます。